大家好、皆さんこんにちは。中国語の発音には3つの種類がありますね。子音、母音、声調。じゃあ中国語の発音は子音、母音、声調からなっていますね。今日は母音について勉強します。のこの母音の中の5つの種類について勉強しましょう。まず「あー」「あー」です。次は「おー」「おー」です。次うーうーです。次いーいーです。次うーうー。はい、じゃあ一つ一つ具体的な発音について説明します。で、このあーはね、多くの日本人はこのあと思って発音していますが、それは間違いですね。じゃあ私の後に発音してみてください。これね、あー、唇に力を入れて、唇の端に力を入れますね。あーあー。次はこのお腹に力を入れてください。あー、できましたか。あーですね。はい、次はおーです。おーは多くの人はこの日本語のおーと思っているんですが、これも間違いですね。はい、これはまず唇を前に出してください。前に出してから上下にだん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 開けてください。じゃあやってみましょう。おーおー。できましたか。もう一回